実は16年間村のみんなにも言わないでずっと黙ってたことがあるんだ。あんたはね、勇者の生まれ変わりなんだよ。旅の者よ、ようこそレルカダール城へ。逃がすものか、災いを呼ぶ悪魔の子め。皆の者も知っておろう、勇者こそがこの大地に仇をなす者。行くぞ、俺は信じるぜ、勇者の奇跡ってやつは。今度は離さない。運命ってわからないものね。まさかこんなところであんたに会えるなんて。